最高。皆さん負けてますか？私寄生獣の寄せこと中さんが行う、ボッチボート今回ですね上で来ます。第15回マンスリーボートレース杯の今日は3日目ですね。先ほどまあ本命筋とはいえ22倍のやつを5枚取らせてもらったんでちょっと気持ちが楽になりました。まあ早速ですが天井を見てかっこよく当ててちょっと行っちゃいましょうか。行くよ最高最高。やっぱ一番初めに来た女王で、でしかも一番初めに満州取らせてもらったのも様がなんですよね。さあピットの出方2がいいです。2がいいけどここターゲット9、ターゲット9っていうのは確か1号手が強いんですよ。123の465、6が1つ入ってる。これねキララちゃんありますよ。この大谷選手1号艇選手悪くないです。で吉田選手悪くない、うん、須藤選手も悪くない。4号艇の選手がすごい出てる。で5号手の選手よりもキララ選手の方が出てる。これキララ選手のまくり出しがありますね。狙いどころで言うとキララちゃんは先ほど2コースで2着の粘りをしました。2コースで2着の粘りするっていうことはですね、僕のこれも持論です。2コースで2着取るって結構難しいと思うんですよ僕は。なぜなら3号艇と1号艇の引き並みをもらいながらの2着ですから、そういうふうに僕は勝手に持論つけちゃうんですけれども、となるとですよ、この今日のこの湿気湿度と気温無風状態でキララ選手が先ほど2コースからの2着で足負けしてないで、やっぱり若さいっぱい狙ってみましょう。6の124、124、124の6の124、おしゃれ最高。ターゲット9ちょっと勝負レースになりました。僕ここまあこれで取ったらぼちぼ終わりでいいと思います。はい、絞りました。庄司選手6頭124124で、まあ保険で2着付けの124の6の124、5枚ずつ、これでぼちぼ終了です。とりあえず6頭買っちゃいました。頑張ります。キララさんと心中です。キララボートって言うんですね。キララボート。頑張ります。最高。なんかね感じます。ここは1と4と6でいきましょう。うんうん、3がいいな。畜生、3がいい、3がいい。膨らんでくれ、すぞ膨らんでくれ、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 膨らんでくれ。4、6、オッケー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 。4、6、1になれよ。4、6、1来い。刺しまえ、刺しまえ。よし、よし。1来い。4、6、1になれ。鎧で来い。よし、来た。で、吉田か。刺せ、刺してくれ、刺して、刺して、
刺して、46にはダメ、1抜けろ、吉田膨らめ、吉田膨らめ、吉田膨らんでくれ、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 刺してくれ、ダメだダメだ、これはダメだ、1来い、1来い、1来い、頼む頼む、大谷行ってくれ、頼む、刺しまえ、刺せるだろ、抜けろ抜けろ抜けろ、頼む頼む頼む、抜いて、かかれ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 、膨らめに膨らんでくれ、刺して刺して刺して、あはダメだ、1だったら46持ってんのに、1だったらまあしょうがないっすね、絞った上の吉田選手だよね、そうだよね、よろず、うわ110倍、くちょっと待って待った、撮ってる、あっ、マイク落ちちゃった、マイク落ちちゃった、マイク落ちてる、撮ってる、最高、撮ってました、これ5枚持ってます、やった、自分では何だったんだろう、うわ撮ってる、ありがとうございます、とりあえずいただきました、持ちも終了です、これでキララボートに来週から頑張りたいと思います、さあ始まりましたよ、キララボート言っちゃいましょうね、ありがとうございます、撮りました、最高イエイエイ、はい、じゃあ次の、僕たちの配信は824 824、うん、頑張りましょう、頑張りよう、イエイエイ、最高。